こんにちは、アバウト工業と申します。本日は私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は青春18切符を使って横浜から山形県の米沢を日帰りで往復する動画です。私事で大変恐縮ではありますが、以前に米沢牛ご飯だれというのをいただきまして、とても美味しかったので、今回は米沢で米沢牛ご飯だれと、米沢の手前の峠駅のホームで立ち売りしている、峠の力持ちを買って帰るが旅の目的になります。よろしくお願いいたします。動画の最後に所要時間など詳細をまとめてますので、もしよかったらご参考にしていただければ幸いです。まず最初はここ横浜から上野東京ラインで宇都宮を目指します。普通列車のグリーン車はグリーン券を買えば青春18切符でも利用できるので、宇都宮まではグリーン車で行きたいと思います。宇都宮までは2時間19分の乗車です。それでは旅の始まりです。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通宇都宮行きです。宇都宮に到着、最初の乗り換えをします。次は宇都宮線で黒磯を目指します。黒磯までは51分の乗車です。田園風景を眺めながら黒磯に到着。次の電車まで1時間の待ち時間を過ごしての乗車です。次は東北本線で新白河を目指します。新白河までは24分の乗車です。新白河に到着。次は東北本線で郡山を目指します。郡山までは38分の乗車です。郡山に到着。次の乗り換えは東北本線で福島を目指します。福島までは48分の乗車です。 JR 東日本をご利用くださいま
福島で往路の最後の乗り換えをします。往路最後の電車は山形線になります。最終目的地の米沢までは47分の乗車です。帰りは米沢発17時44分が最終なので、米沢には最大で4時間6分滞在できます。それでは米沢牛ご飯だれを買いたいと思います。ありました。買えてよかったです。それでは袋に入りたいと思います。峠の力持ちを買いつつ同じ路線で帰りたいと思います。それでは袋を少し早足でご覧ください。上行きは15分。
視聴していただき誠にありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。